こんばんはやっほーちょっと待ってね今さ <laughs> このボードがさ 取れてきたから速攻で直しますこんばんはオッケーオッケーオッケーできたできた <laughs> できたよちょっと待ってよ こんばんは髪増えた <laughs> そうなんですよちょっとはい院に行ってきまして行ってきますドロさんのミーティングに参加しますマイケルに何か伝えようか <laughs> 伝えようかえ りょうつんが大好きって言ってたよ。って <laughs> 早くデート行こうって。デート行きましょうって言ってたよって <laughs>。言ってください <laughs>。そう。美容院に行ってきました。そう、今日は。カット。なんか、枝毛がすごかったから <laughs>。ちょっと枝毛をね、綺麗にしてもらって。で。 セットしてくれました。セットしてくれたでこの今日はその枝毛を切ってもらったんですけど他にはこのここを作ってもらったんですよこのサイドもみやもみあげじゃないこの触覚このさ前髪からの触覚からのもみあげにつながっているこの <laughs>。 れいいいカーブしてるくないいいカーブでしょいいカーブじゃないそう作ってもらったそうちょっと顔はすっぴんで <laughs> すっぴんなんですけどすいませんでさありさん前髪さんまかない人なんですよ。 もうまっすぐって感じの人なんですけど <laughs> セットしてくれて <laughs> 前髪巻かれたんですよ <laughs> 前髪巻かれちゃってそういつもは巻かないんだけど前髪巻かれちゃってちょっと昭和感が出てちょっと一人で爆笑しながら歩いてました。 そう、巻いてもらったなんかストレートと巻きどっちがいいって聞かれたからちょっと巻きで <laughs> でさリオさ前髪さ巻くのめっちゃ似合わないんですよしかもさその短いじゃんリオしかも短い前髪でさらにこんな感じで巻いちゃったら本当にちょっとキモくて <laughs>。 ほんとに似合わないんですよだからちょっと前髪隠したいでもねこれでもだいぶ巻きは落ちた前髪もだって終 <laughs> わった着がさもうキロみたいな感じもうお眉マで今ギリギリギリ眉毛だけどさ もう終わった直後おんめいでもっこりしてたからそうおしゃれたあんまり巻いてるりょうつんは見ないと思うそう今日は久しぶりの超久しぶりのオフだったので。 そうオフでしたなのでいろいろとやらなきゃいけないことがいっぱいたまっていたのでそれをしつつ行きたかった美容院にも行って行きました <laughs> 少し巻いてるえ結構巻いてるよちゃんと。 でもゆる,巻きゆ,る巻きゆる巻きになったまきが取れた <laughs> 巻きが取れましたでもあの,そのカットの人に「めっちゃ髪伸びたね!」って言われてそう言われましたそうでね毛先その枝毛がいっぱいあったんですけどちゃんと綺麗にしてもらって。 避けるチーズじゃなくなりました。<laughs> そう、避けるチーズじゃなくなってた。神戸かが行く、ええー、嬉しい。ありがとう。あ、すけんさん、ありがとうございます。中学三年生、十五歳の。でやつのこと、わ村アリオで、ぜひフォローしてください。卒業式まだ。<laughs> 終わりました。終わりましたよ。 ありがゅうつん今日もかわいいやったぜ <laughs> やったぜ昨日は昨日は昨日は僕の太陽公演ありがとうございましたありがとう見に来てくださった方も配信で見てくれた方もありがとうございましたすごいね昨日ね めっちゃリオのペンライトあって嬉れしすぎてわいってなってました <laughs> あ初見さんありがとうございます中学3年生15歳のリオつんこと若村リオです是非フォローしてくださいそう交換日記ね結構止まってるいつから分かんない忘れたそうマイキューさんが今持ってます とりあえず神戸と高松のお昼当選したあんうしいありがとうそう連絡先はね何回も言ってるんですけどあの昇格してからじゃないとねできないのであとほんのちょっとの辛抱ですね <laughs> あとちょっとの辛抱 大人っっぽくなった今それ巻いてるからじゃない <laughs> 普通に戻したら多分ねこのサイドが変わっただけだと思うなんかさポニーテールみたいにしてもさ絶対可愛いよねこんな感じですどうこのカーブ 行くないですかどうですかねこれをしたかったんですよと横顔 <laughs> リオの横顔横顔もといい感じでしょう美しい <laughs> やったー 超すっぴんなんもしてないあの口口口だけ塗ったじ <laughs> ゃ塗らないとお化けになるので <laughs> 公園で前髪巻いたことありますかえなんかさ研究生ツアーの時にさ巻いたんよねいつだったっけなあ山、ま、山口うん山口山口の時にホニーテールし,たしてた時に こう分けてて巻いてみたんですよでも <laughs> やったはいいけどさもういつもの汗でさもう1曲目終わったらさもうすでに1曲目だけですでにいつも通りのビシャビシャになっているので <laughs> あほらありがとうそうだからね巻いてもねりお意味がないんだよね <laughs> ありがとう肌きれいって言われるでしょ言われるで,でさカットの人にさ「髪きれいだね」って言われた嬉しいきれいだよ<笑>,笑いながら歩いてた周りの人避けてたよねえ避けてなかったよ <laughs> あの顔には出ないようにちょっと気をつけたのね <laughs> 気をつけましたでマーナが迎えに来てくれたんだけどで笑いながら爆笑しながら車に乗ったんですよそしたら「何事?」って言われてでリオの姿を見た瞬間マーナも一緒に爆笑して二 <laughs> 人で爆笑してそう「おカり」を好きな気持ちは卒業できませんでした。 それはね一生卒業しなくて大丈夫だよ一生永遠にあっ受さんありがとうございます中学3年生15歳のリオツンコと岡村リオですぜひフォローしてくださいそう昨日は僕の太陽公演がありまして待ってリオさんちょっとコメント読むの遅すぎあフォローありがとうそうだよ JK になるよリオ <laughs> JK です あ、あ受験者ありがとうございます中学3年生15歳のリオツンことコ村リオです。行きましてください。<laughs> 猫 あ、毛先はね、全然切ってないよ <laughs> 何センチとかじゃなくてただ綺麗にしてもらっただけだから切ってませんちょっと痩せられましたかえうれしい本当嬉しい聞いて、昨日ね昨日ね、公演があったじゃないですかあの、マネージャーさんがあの、痩せたって 言ってくれましたイエーイイエーイイェーイあ、主見さんありがとうございます中学生年生十五歳のリオツーコと岡村流ですフォローしてくださいあ、ポニーテール可愛かった嬉しい僕たち楽しかったよかったアーカイブを見なくては絶対見てください そう、昨日僕の太陽公演がありましてすごい楽しかったですねそう、すごい最後かもしれないかったので <laughs> やりきりましたで、家族がね、見てくれてたんですけど結構 DMM にリオが映ってたみたいで 絶対新しいので <laughs> 絶対見てくださいアーカイブツンさんめっちゃかわいいやった <laughs> ツンさんあギフトありがとうそうなのリオのペルナイトいっぱいあったのあ DMM でも見えてた嬉しいありがとうやったね 昇格したらマキポニーみたいえっやりたい絶対やりたい <laughs> ハーフツインもしたいしあのツインテールの巻きもやりたいでもまずはハーフツインだよねハーフツインで巻きしたいえ絶対やりたい横顔プリティ受ける <laughs> 横顔プリティ嬉しいすっぴんでも可愛いって無敵可愛い嬉しい 4つはスタジオの TikTok 投稿していいよって言われたらいっぱい投稿してくれるしたいですえそうこの前そのマネージャーさんに相談したんですよリオスタジオなのに一応 <laughs> 一応というかスタジオなんですけど一回もスタジオの TikTok 出たことなくってでずっと出たかったんですよでいつリオ出れるんじゃろうと思っとってずっとでなんか研究生は出れないとかあるのかなと思って でもこの前前葉さんとさノアミョンがこう載せてたじゃないですかだからあれリオリオいつ出れるのと思って <laughs> 一応スタジオなんだけどなと思ってでマネージャーさんに相談したらなんか先輩先輩と撮ったり先輩に撮ってもらったりしたらなんか出れるみたいななんかもしこの動画載せたいですとかがあったら なんか送ってくださいって言われて <laughs> えって <laughs> <laughs> はいよ言ってやって感じなんですけどそうずっと出たくてひまわりの時のリオツの笑顔は太陽見たいに眩しくて素敵でした <laughs> 嬉しい見えたひまわりがひまわりは最低 そうなんです。ギフトありがとう。いっぱい。あ、初見さまありがとうございます。中学く年生です。15歳の、リオくンんと岡村5ですゆかくさんとをしてください。イテレでは、オかンのんと STU だって知ってるの知ってます。みんな知ってるらしい。え、みちさんとさ、動画撮れたらいいな。え、撮りたい、撮りたい。<laughs> 撮りたい。え、みちさんと撮りたいけど。かなうかな。 さんが卒業されるまでに叶うといいな待ってるよ何の話してたちょっとさいろんな話ごちゃごちゃしすぎちゃう <laughs> ちょっと分かんなくなってきたえそう僕対公演もねいつまで出れるかもね分かんなくてこれから仕事頑張ってねりおつん顔シュッとしてる嬉しい 最近顎のラインがシュッとしてる <laughs> 嬉しい <laughs> ハッピーハッピーハッピー <laughs> <笑><笑>いや、昨日さ <laughs> 家族みんなでご飯食べててエリオがご飯終わった後にあのこの猫ミームの歌を歌ってたんですよね ハピーハピーハピ,ピーとか「ニューミニュミニャマニャマ」とか歌ってて急 <laughs> そしたらそしたらあのパーナが「何それ?」みたいな感じでこう食いついてきてなんか調べ始めてなんかパーナもハマったらしくて <laughs> 練習し始めたんですよ急に <laughs> でパーナが次からリオに反抗されたら これ言うわって言って。めっちゃ煽り。初 <laughs> 験さんありがとうございます。中学三年生十五歳のよつんこと岡村りおです。いこらせてください。え、そう、いつまで出れるかのえ、いつまで出れるのかも。 リオもあ二点五みんなわかんないです。言われてない。ギフトありがとう。そうよ昨日の話をしたいんだったリオは。<laughs> ちょっといろいろ話がそれたけど。 初見さんありがとうございます。中学3年生15歳のリオツンことカメラリオですぜひフォローしてください。久しぶりにちょっと長めに配信できるけんいろいろ話したい。あ初見さんたくさんありがとう。ありがとうございます。好きを伝えに来ました。嬉しい。ありがとう。そう、リオミーム うん<あ> <laughs> えこんなのもあるよねうん<ああ> <laughs> これはリオできるわ <laughs> そうリオ担当リオ担当リオ担当うん<ああ> <laughs> <laughs> リオが担当するそれ <laughs>、えーえーえー、みたいなのもあるよね。<laughs> 確かにほんまじゃなんかアゴシュッとしてるかもしれんわからんけどイェイリオツネコミームの曲歌うのも上手 <laughs> <laughs> 本当？嬉ほんとしい <laughs> 嬉しいです極めようかなネコミーム <laughs> ありがとう公園来てくれて そう、岡村家はね、常におもろいああ、くしゃみが出なかった <laughs> くしゃみが今出そうだったんやけどな

昨日のことよ <laughs> 昨日のことやんそう昨日そうあの「ランランラン」2曲目の「ランランラン」っていう曲があるんですよ。走れ私の「ランランラン」があるんですけどその最後の感想。で本んははんかストレッチ なんか各自自由にストレッチっていうところなんですけどいつもこうみんなでなんか決めて面白いことをするんですけどで昨日はその学校を卒業したのがりおと優香とえち3人いたのでその学校を卒業した子たちがこう <laughs> 卒業証書をもらう,こう見振りしてで他のみんなが「おめでとう」って言ってくれて。 卒業証書でししょすぐ気づいいたえ、嬉しいそう卒業証書もらいましたでね他にもいっぱいあのすごい <laughs> すごいおめでとうって言ってくれて嬉しかったです嬉しかった。 で昨日ねちょっと <laughs> いや昨日実はそのマイクがちょっと聞こえにくくて <laughs> 聞こえにくくてであのー、でで <laughs> それとは関係ないんですけど <laughs>。 あの日暮らしの声があるじゃないですかあっローありがとうそうリオとのソロが聞きたいリオのソロあるよ18日みんなあるからねニ人ともあ実験さまありがとうございますフォローお願いしますでそ日暮らしの声があると思うんですけど思い出しただけでも面白くてあのー 面白くてリハダイしてるつもりが2月23の僕達見ててツンデス出てないと思ったツンデス出てないと思ってたふん <laughs> 23?23?23 23は B, B チームじゃない で28が A チームじゃけどリオは事件があったから代わりにサッチーが出てくれたえ待ってちょっと <laughs> 話が変わりよ話が変わりよえでその日暮らしの声なんですけどその最後らへん <laughs> 最後らへんにあのひーちゃんとこうなんていうんだろう ひーちゃん歌ってうが歌ってみたいな感じのところがあってで本当に最後の最後らへんの「わたしかなかなかなあ」あせめてこっちーち」ってひーちゃん歌って「ふりむいてよ」ってうが歌うんですよ。でそこが <laughs> 本当だったら「せめてこっちーち」 振り向いてよって言うんですけど振り向いてよって言うんですけど昨日 <laughs> 急に裏返ってで裏返って急にねオもびっくりしてえ今裏返ったと思って。 振り向いてよみたいな <laughs> で。でだってでちょっと DNA のアーケード見てもらったらわかるんですけどちょっと似合ってしてしまって <laughs> 振り向いてよ <laughs> そう似合ってしてしまった。 びっくりしてちょっとにやついてしまいました。うん、<coughs> あ、受験さんありがとうございます。中学さんです。十五歳のゆずんこと岡村リオです。ぜひフォローしてください。<laughs> あ、気づいた？<laughs> 面白い。<laughs> あ、でもね <laughs> 面白すぎる <laughs> あれってでスかと思ってましたうんあれってでスかと思ってましたどういうこと <laughs> どういうこと <laughs> でそのリハーサルがあるんですけどあのー リハーサル日暮の恋終わってリハーサルがねでリハーサルが終わった後にひーちゃんが嬉しいことを言ってくれて内容は言わないんですけど嬉しいことを言ってくれました「YOURE SO CUTE」 フフ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 マイキュ k you My キューマイペリペリキューあ似合ってしたのはレスかと思ったってことなわ <laughs> けないですただ普通に裏返ってちょっと笑って ありがとう。あ,あ。うん。English very good、oh!。お、oh、お。わ、お、お。え、なんていうんだっけ。わお。わお。thank you。うん。 れてない,よ <laughs> いや嬉れしいこと言ってくれたんですよであの始まる前に公演ひーちゃんに「ね可愛い,いって聞いたら「可愛い,いですよりおさん」って「可愛いですよ <laughs> で」ってでりおが「本当に?」って言って「はい可愛いいですよ」<laughs> っていうのを2回ぐらいした。 <laughs> 昨日の声の一番の見どころはやっぱりジェスチャーゲームいやもう本当にやればもうやばいやばいやばい <laughs> やばいひいちゃんいつも莉央さん可愛いって言ってるえそうなの嬉しいんだけどでもうねひいちゃんはね本当にねいい子なんですよ本当にいい子ラブ ラブです <laughs>。で <laughs>。<laughs> なんかレッスンで <laughs>。話はそれるんですけど <laughs>。話はそれるんですよ。ちょっとね、またそれちゃうんですけど、すみませんね。今だから話せるんですけど <laughs>。だいぶ前に。あのリオがレッスンの時に。 ダンスの先生と喧嘩をしたんですよ <laughs>。ちょっとだよ。そんな口げん、もうちょ、なんか、すごい口喧嘩とかじゃなくて、あの、ちょっとね。ちょっと、喧嘩をしたんですよ <laughs>。ダンスの先生と。あはははは。いや、ねえ、リオは、全然自覚もないし、したつもりはないんだけど、多分、 こう反抗期の部分が多分ちょっと出てて全然自覚はないんですよ。なんもないんですけど多分リオは顔に出やすいから <laughs> ねちょっと顔に出やすいから多分ちょっと顔に出ててその反抗期の感じがでなんかで先生が先生が顔に出すなみたいな感じで <laughs> で急に怒ってきて <laughs> でなんか <laughs> いやまあその前もなんでリオがその顔に出たのかもなんかいろいろ前にもいっぱいあってちょっとねあのリオが多分なんかし他の仕事でレッスンが出れなくてでそのリオがその他のお仕事で出れなかった時のレッスンでなんか変更点があって。 でその変更点をリオはその聞いてなくってでもそのリオはそのもしお仕事とか出レッスンでレッスン出れなかった時とかも必ずそのね安住とかになんか今日変更点あったなんかレッスンとかで変更点あったりしたって聞いて聞くんですよ毎回毎回聞いてでなんかあったら教えてくれてでなかったらありがとうみたいな感じなんですけど でそこでその変更点を聞いてなくってリオはそうでなんかまあそれでまあそうなって <laughs> ちょほんのちょっと喧嘩みたいになったんですよ先生とそしたらなんかひーちゃんがその後に「リオさんさっきの悪くないですよ」みたいな「リオさん全然悪くないから気にしないでください」って言ってそう言ってきてくれて なんてこの子はい,やいい子なんだと思って <laughs> でその後ひーちゃんが教えてくれてそうその変更点教えてくれたんですけどなんていい子なんだと思ってあっしゅさんありがとうございます中学三年生15歳のりゅうつんこと岡村りうです引っ張らせてくださいそうひーちゃん優しいか愛いいしもう かわい,い手が出たって言ってるんだけど手は出しませんよ <laughs> 殴り合いなんかはねもうないですからね合わないんだけどそう量は悪くなかった <多>分 <laughs> ちょっと香り出たのは悪かったけど多分ね <laughs> でも先生もその時イラついてて <laughs> そうイラ,つイラついてたんですよも,もともとね「ゴリオパワー」の見せ所だったのにいけるやばいじゃん「ゴリオパワー」とか言ってさ急に殴り始めたらさもう終わりだよ。<laughs> では先生とは もう一度間にか仲直りしてすごいねもうハッピーハッピーハッピーな <laughs> って感じなんですけど。って感じなんですけどそう <laughs>。てかさなんでさこんな話になったんだっけちょっと話がそれすぎてそれそ,そ,それそれすぎててやばいな。

あと何話すんだっけあそう,そうそうジェスチャーゲームの話よそうよそれ飛ばしたんだっけそれジェスチャーゲームそうジェスチャーゲームは本当にもうあまりにも盛り上がらなさすぎて <laughs> 本当に気まずかったんですけどジェスチャーゲームにしようって言ったのはあずみなんですよあずみなんですけど 気まずかったですもうあの空気はもう地獄でした <laughs> そう、いそうどんな感じにしたのかさリオも覚えてないんだよねそう,もうとりあえず宝座にしました <laughs> しか覚えてない宝座にしたことしか覚えてないや そうでも優華はしなかったんですよ <laughs>。あの地獄な空気を優華は味わっていない <laughs>。そう。<laughs> 虫ネタは最初から用意してたの？最初から？ということ？ もともとジェスチャーゲームあの,あの場で急に始まったわけじゃないですよ。あのもちろんその MC のフリートークとかも事前に何を話すのかみんなで相談をするので,でジェスチャーゲームをしようってアズミンが言ってでジェスチャーゲームをするのは決まってたしその各自お題を考えてきてっていうのもあの考えてたから考えてた話してたからもともとジェスチャーゲームをするのは あのなんていうの予定だったので <laughs> 決まってました無茶振りはやばいでしょ急に急に絶対ゲームしようとかやばくないでもそのお題ずっと悩んで何にしようかなって考えてたんですけどちょっとあんまりいいのが思い浮かばなくて これはやっぱ宝谷だなと思って <laughs>。宝谷に決めました。りょうは。愛する宝谷にしました <laughs>。そうですね。愛する宝、宝谷を選びました。うん。 ででもね色は綺麗なんですよすごい綺麗な赤で <laughs> 遠くから見ると綺麗なんですけどちょっとね近くで見たら本当に気持ち悪いししかもり、ね、集合体恐怖症なんですよ。はあちょっと想像しただけで鳥肌が立つそう集合体恐怖症でそのちっちゃいものがいっぱいあうじゃうじゃしてるのはちょっと本当に無理なんですけど。 だから宝谷も本当に本当に無理なんですけど <laughs> 無理だけどでも見つけたらテンションが上がるんですよこう道にいるからそういるからて、リオンちにはおらないいらんおら,おらんよ勝ってないからね <laughs> その道端とかになんかコンクリートとかによくいるんですよコンクリートとかこう うん、コンクリートによくいる <laughs> <laughs> そううわ富士ツボすいません <laughs> 無理かもやばいやばいやばい想像しただけでちょっと気分ち,ちょっと鳥肌が。 そうだよハハハハハハハそう,繁殖やばいえそうだから宝谷見つけたら「あ宝谷だ!」と思ってあ気持ち悪いと思いながらこうしゃがんで床に床にしゃがんでこうってじーって見るんですよ。じーって見るそう前写真撮ったんですよ宝谷の写真モアメで送ったことある気がする。 利用し確かに宝田に知らない人いっぱいいるもんねえそう車のタイヤにいっぱいいるのえそうなんですよ車のタイヤにもいっぱいついてるしねああ <laughs> う想像しただけでちょっと鳥肌がちょっと待ってちょっとさスマホの充電がさちょっとあと20%って出た 充電充電完了そう見れる季節がね春春,春頃だっけな春から秋ぐらいだったような気がするけど覚えてないそうホワイトデーそうなんですよのあピとね優香からもらっ返してもらってないのでえ明日ホワイトデー だよ、ね、え合ってるよね明日もらえると期待して <laughs> 明日もらえると期待してそう明日は2.52.5とね集まるのでニューブの配信があるのでよっしゃーしかもノあピはねその今回分ですけど優香は2年分なのでそう去年もね去年も返してもらっていないので。 2年分で <laughs> はいやこれネタだからねあの別にさ本気で返してほしいって思ってるわけじゃなくていや返,すまあ返してくれたら嬉しいなと思うけどそのネタですからねそんなすごい欲求が強いい人でではないですよリオ欲求がめっちゃ強い強くてなんかお返ししてくれんと。 アホれとかじゃないからね <laughs>。一応一応言っとくけど。うん、ネタ、ネタですよ。あ、まめで写真あったよね、宝塗に。<laughs> リオが写真撮った宝塗に。あ、主見さん、ありがとうございます。中学三年生、十五歳のリオちゃことガムラリオです、でぜひフォローしてください。あ、ほら、ありがとう。家の中にはいらないよ。 確かに宝谷をさモアミで送るアイドルっていないよね毒毒ってあるんかな宝谷なさそうな気がするなんか害はないって書いてたようなあ五5月から7月お、調べてくれたのらしいですあと2か月で始まりますね宝谷の時期が <laughs> でもなんか服とかについたら取れないし その靴,靴があるじゃないですか靴の底がこう白かったりしたら宝谷を踏むじゃないですか踏んじゃうじゃんコンクリートにいっぱいいるから踏んじゃうじゃんそしたら靴の裏にいっぱい赤い点々がくっついててそう宝谷が潰れた汁が <laughs>。 気うちに踏んでるんですよ結構いるからね知らないところにさしたホワイトデーそうあずみんからもらったあずみんはちゃんと返してくれたので5倍 <laughs> 99%の人はネタの <laughs> 1%の人は本気だと思ってんうんおもろいなそうな今日の朝メールさ届いてなかったらしいよね多分向こうの不具合リオはちゃんと送ったからねリオリオはいつも通りちゃんと送って朝に届くように。 売ったんですけど届いてなかったみたいピックラポン宝ダニって何ですかダニです赤い赤いダニです <laughs> え、そうだよゴリラはね顔残ってるよえ、そうそうそう昨日の公園で話してた名前お宝ダニにするおもおもろいんだけど <laughs> <laughs> 急に名前変更怖えテレビがさ急にさカシッって切れたんやけどあー怖いよメイナ寝てる しかもさちなみにリオンちのテレビさまだ床に床にあるんですよテレビ台まだ買ってなくて実はそうテレビ台買ってないんですよないいのがないらしくてそういいのがないらしくてあのずっと床に置かれていますテレビ <laughs> そう かわいメイナがさだるまっていうさ服を着てさ丸まって寝てるかわいいかわいいあ <laughs> メイナねかわいいって聞いたらね自分だと思ってねこっちを見てくるんですよ <laughs> 今もさ寝てたのにさかわいいって言った瞬間にさこうやって見てくる <laughs> え私あれ私のことみたいな感じめいなめいなだよめいなのことだよかわいいね <laughs> 自分の家もいかえー、<laughs> 仲間仲間仲間ですね <laughs> 仲間仲間 そういててててててあいててかわいい JK リオツのゴリオパワーは一味違いますかそうですね違うかもしれません じゃんこれ、うん、あ来てくれた来てくれたよ <laughs> 寝起き名な登場寝起き名な登場ですねうんこんにちは私寝起きです ここにだるまって書いてます <laughs> かわいいみんな寝ぼけてるん今めいなんね映ってるんよ配信に映ってますよみんな見てますよ皆さーん気づいてますか どこ見てるんですか。カメラ目線お願いします。<laughs> ねえ。だるまって書いてますね。みないちゃん。ダルマほら。だるま。え、ね。だるまって書いてますよ。 もう大好き大好き <laughs> 寝起きめいな帰る帰っていきました <laughs> メフナめいなの毛がすごい リオツンつむじも綺麗つむじこれ <laughs> 初めて言われたなぁ <laughs> ほんまじゃ出演料あメイナさん出演料は後ほどお渡ししますので控え室でお待ちくださいありがとうございました <laughs> かわい,いよねもう大好きもうリオが頑張れているのはメイナのおかげもう全てメイナのおかげだと言っても過言ではない <laughs> 本当にメイナがいるから頑張れている <laughs> あカメラ目線来たさすがメイナだねそう今日さ夜ご飯さまだなんやけどさ配信後に 最新アートなんだけど、今日はキムチ鍋。もう両キムチ鍋大好き。久しぶりキムチ鍋。キムチ鍋でーす。明日臭いかな。まあ大丈夫か。<laughs> 2.5だし。<laughs> 2.5だし大丈夫か。<laughs> フフフですね。<laughs> キムチ鍋しかもねトッポギトッポギも買ったのでトッポギも入れますギフトありがとうみんな入れてみてくださいキムチ鍋にトッポギ入れたらめっちゃ美味しい合うまたあれするウケる そう今ね、マーナから出演料をもらってちょっと満足ですね <laughs> あすけんさんありがとうございます中学3年生15歳のりおつんこと岡村りですぜひフォローしてくださいあ私もこれから食べる何食べるのみんなみんな何食べるでもさこれさ聞いたらさちょっとお腹すくよね明日ホワイトデーなのにさでおくさいか <laughs> 臭い臭い鎖をつんだね自分も今日キムチ鍋イエーイ <laughs> 一緒じゃん着替えますね締めキムチ鍋の時は締めはねラーメンですね絶対普通の豆乳鍋とかちゃんこ鍋の時はうどんだけどキムチ鍋の時はね 確実にラーメン今日の晩御ごははチャプチェ作って食べたえおいしそうチャ,プチ,ェチャプチェチャプチェチャプチェみんなは誰にホワイトデーすの言ってみなさい隠さずに言いなさい <laughs> 正直に。 誰にもらったのえなんか前に結構前になんか韓国料理のお店に行ったんですよ。そう行ってトッポギとかあのチャプチェとかチヂミとかビビンバとかいろいろ頼んで「おいしかった」。 <laughs> えそうキムチ鍋、キムチ自体がさ多分臭いじゃん <laughs>、そう事件ね多分明日は臭いですね。カレー、カレーいいな、美味しそう。おかゆ、おかゆ食べるの？すごい。体調崩してるとかじゃなくて。<laughs> えそう韓国行ってみたい、行きたい韓国。 多分本場はさもっと辛そうじゃない本場のキムチとかも辛そう今日は野菜カレーえカレーの人多いかもお好み焼き美味しそう麻婆豆腐とジャガバタージャガバターだなんてちょっと届けてもらっていいですか <laughs> リオンチにキムチご飯美味しそうビビンバいいねビビンバ もらってない？あの子とあの子とあの子だよね。知ってる知ってる。異能な子からもらってるの知ってるよ <laughs> あ。あそうキンパ。えモリオチーズボールが好きなんですよリオ。チーズボールが好きで。頼む。 秘密です誰もいません爆笑,<笑>爆笑,笑なんかさわらとかなら分かるけどさ爆笑って書く,じ書くところがさちょっとおもろいよね <laughs> おもろいなパンと味噌汁夜ご飯 <laughs> すごい独特だねでもいいね美味しそう唐揚げと刺身 <laughs> なんかみんなさ組み合わせちょっとで、ね、謎じゃない面白いねみんなキーマカレーうわー美味しそうえもうねマーナのキーマカレー大好きなんですよリオ本当に美味しくてそうリオお手伝いするんですけどこう炒めたりとかあとカレーのルーを ここま、細かくさこう刻むじゃないですかマーナのキーマカレー好き焼きそば美味しそう美味しそうですねマグロの刺身だけ小食じゃないでもいねお刺身がね、あんまね得意じゃないんですよね お刺身ちゃんでもねダイエット中なのでちょっと締めのラーメンとかは食べずあのお野菜多めに食べます ちょっとさ、2.5に言っといてや明日りオつん臭いらしいよ <laughs> どうせみんな行くじゃろみんな他のねこのあとルーム行くじゃろみんなねどうせりおつん明日臭いらしいよ <laughs> ちょっと言っといてや <laughs> 事前報告事前報告しといてちょっとさちょっと明日当日さ なんかリュウツンくさって思われたらさちょっと気まずいじゃん事前報告しよう <laughs> グラタンおいしそうチーズたっぷりカリカリ好き本当においしいお刺身食べたら人生変わる本当出会ってないなりょうは人生変わるような美味しいお刺身は。 だって LINE でさわざわざ送るのはあれじゃん2.5のさグループ LINE があるんですけど4人のねちょ,ちょっと今日キムチ鍋食べるけん明日利欲臭いかもみたいな <laughs> 送ってもさおおみたいな感じじゃん <laughs> ちょっとね絶対既読スルーされる多分 返してくれてもさ多分あのさメッセージにさスタンプが押せるじゃないですかちっちゃいなんかね5個ぐらいのさスタンプみたいな多分あれでグーみたいな <laughs> オッケーみたいなやつだと思う返してくれても <laughs> かのあぴがスタンプ <laughs> ノあピスタンプ送ってくれるからスタンプあほらありがとう あ、初見さんありがとうございます中学三年生十五歳のりおつんこと岡村りおですぜひフォローしてくださいすでにこの配信を見ている可能性がえ、みたるんかなわからんみ <laughs> とる <laughs> ちょっと今日キムチ鍋食べるけん明日臭いかもよろしく <laughs> よろしく そういやでもリオつんくさいらしいっていうさ電子バトちょっと嫌かも <laughs> ちょっと禁止ちょっとやめてちょっとちょっと嫌かもしれん <laughs> ちょっと嫌かもしれんちょっとちょっと禁止で禁止で <laughs> 目な探検隊何してるんですかね目な探検隊何か見つかりましたか 探してるらしいです <laughs>。私もキムチ食べたって来るかも <laughs>。来るかな。で、明日は。 ニューブプロジェクトの配信がありますので。二回十八時半からと十九時半から。あります。ごろからなので。ごろから。ですね。二回あります。一回目がスペシャル配信。なんか重大発表みたいな書いてあったけどさ。リオたちも知らないんですよ。 なんじゃろなんじゃろ気になる重大発表って書かれたらさちょっとさこう構えちゃうよね本当に知らないんですよリオたち重大発表わかんない知らないわーい何で19時半からのは 最後の放課後音楽祭向けてのレッスンを配信します。な <laughs> んなんじゃろう。気になるー。気になるー。教えてよー。<laughs> 気になります、ね。あれだなーってきた。あれって。どれ。二点五聞こえん。やりたいよ。やりた。い みんなニールの木陰の下でのセルフ MV 何回も見てね <laughs> 何回も見てくださいねねドキドキするよね豚肉とキムチを一緒に炒めるとおいしい豚キムチ <laughs> 絶対おいしいじゃろうねあずみも全く同じ話しとるえー、そうなのえっあずみ今配信してるの るの毎日何回も見てるえっ嬉しいんだけど分だ名の探検隊がちょっといろんなところを探検してるセルフムウェア毎朝車で見てるえ 嬉しいなそれは。<laughs> なんかさ、ニルの木陰の下でのさ、文字リオが書いたんだけど、リオタイトルリオの字だって。 分かったた人いたのかな。<laughs> 気になるどうなんじゃろうょうつのとこだけ何回も見てる嬉しいおかり押しですね <laughs> おかり押しですねそれはもうあの日本当に寒くてもう固まっちゃうんじゃないかってぐらいあっすぐ分かった上手え嬉しいやった え、なんか韓国語が来てるえよやよべるかなあれ何だったっけいや昔小6の時ぐらいに韓国語をねもうほんほんのちょ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 っとあー勉強したんですけど <laughs> え分、ー、かんないや

もともと配信の後ろに貼ってある文字を見てファンになったえ字が綺麗で嬉しい <laughs> あほらありがとう。わかんないや韓国語 <laughs> ごめんねそらへよそらへよ韓国語うまいほ か嬉しいそうえそうハングルむずいよねむずいよね <laughs> めいながベスポジオを見つけてる <laughs> 全然変わらないのに。 あ、見つかりました <laughs> 犬ってみんなそうなんかなこう今ヨギ棒があるんですけどヨギ棒とかこうクッションの上とかでもこうくるくる,くる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 ぐる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 ってずーっと回ってこう自分の位置を探すんですよ自分のいい位置をこうやってずっとくるぐるぐるぐる回って。で、結局 一緒なんですけど <laughs> 座る場所はそこっちから見たらさ変わらないんですよ。えさっきと一緒じゃんって思うんやけど多分違うらしくて <laughs> ぐる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 ずっと回って自分のベスポジを見つけるんですよ。<laughs> コメントを日本語に変換できる機能があるというのにね確かにカニー。カニー。<laughs> カニー と同じ行動しとるえっえ <laughs> 待って待って <laughs> あえっそれは <laughs> それは <laughs> えっワンワンちゃんがじゃろ <laughs> 人間あれ <laughs> リオが <laughs> あれ待って <laughs> おもろいんだけどメイだと会話できたら面白い確かに でもねいなはね本当に人間の言葉がわかるんですよ言葉とかこう雰囲気空気が読めるんですよいな <laughs> めっちゃ空気が読めるんよそう雰囲気とかでもこう自分からあもう寝るなと思ったらこうゲージに入っていってあケージかケージに入っていってとかすごい周りを見てる <laughs> 周りを見てて賢い子ですねでもゲイはできない <laughs> あのタッチしかできないタッチゲイ,イとお座りお座りできるでたまに <laughs> もうたまにほんとたまにお手お手するけどでもねお手はねこうお手っていうじゃん普通こうやって乗せるじゃないですかお手って言ったら「 噛んでくるんですよ <laughs>。そう噛んできて、先月のイキブクルの牧対で君を見つけてよ可愛かった。え、嬉しい。やったー。え、お借りおしです。あ、お借りおしですか？ぜひおしになってください。<laughs> 嬉しい。 そう、伏せとかはね、しないんですよすいません <laughs> あ、四十八分だじゃ、ちょっと久しぶりにスクショポー…スクショポーズじゃない <laughs> スクショタイムしますあの、リクエストがあればコメント欄で書いてください ちょっとね巻きまきりおつんは巻きりおつんはあれ珍しいレアなのであずみお子昨日自己紹介でねえねえずみんってえ あれさリオも「あざみーん」って言った <laughs> そうだよリオおっきい声で「あざみーん」って <laughs> 言った <laughs> いやみんな言うんかなーと思ってそうみんなみんな「みんなあざみーん」って言うんかなと思って 言いました。横顔。写ってる横顔。ロケットポーズ。何ロケットポーズって。こう。<laughs> 合ってる。 指に髪の毛を巻いてみて、どういうこと、どういうこと。指に髪の毛を巻く。巻いたよ。すぐ取れるよ。こういうこと。え。それでどうする。<laughs> 先生と喧嘩したポーズ <laughs>。おもろい。むずくない。<laughs> 殴ってないですよ <laughs>。そう、大きい声で言った <laughs>。ポニーテール。いいよ。 いい感じ。うん。チェックチーですか。チェックチー。ウィンク。どう、上達した、ウィンク <laughs>。 本当に昔から苦手なんよね苦手じゃけどレッスンの時にはよくする <laughs> レッスンの時にはよくしますねできてるかわからんけど <laughs> いい感じやった ホワイトデーにぼっち,ぼっち誰もくれないめこみ無料つん ハわいい。みやみやみやみ。みよみやまやま、よみよみ、生じま。にゃににゃにぼぼぼぼ。二十日のマカリツーショットいきます。嬉しい。待ってるよ。え、できてるウィンクやった。嬉しいんだけど。マカリツーショットウィンク?。ありがとうございます。 嬉しい。え、そうなんですよ。あの、おきまいさんがさ。載せてたじゃん。おきまいミーム。可 <laughs> 愛すぎた。投げ中。うん、これ合ってるのかな。投げ中ポーズ。 あと一分で男女読みますほっぺチューしたことあるえ、自分、自分にどういうことどういうこと,どういうことほっぺチューっていうポーズがあるってことえ、わかんないわかんない何ほっぺチュー自分をチューすんの <laughs> 無理なんだけど <laughs> 無理 振られて最上級に可愛いの。五十五分だ男女読みます。あっという間だ。時間。えー、っと、十三位小山っちさん、ありがとうございます。十二位堀ちゃんさん、ありがとうございます。十一位佐野木優さん、ありがとうございます。 10位米津穂さんありがとうございます、えー、9位周さんありがとうございます8位眉上康ーブさんありがとうございます7位正隆さんありがとうございます6位鈴鹿さんありがとうございます5位ビリーさんありがとうございます4位 カープの柚木くんさんありがとうございます。三位昔から老人さんありがとうございます。二位ラクラクさんありがとうございます。そして一位はドル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 ,ドルパン柚木ちんさんありがとう。そう久しぶりのね長め配信ありがとうございます。 ありがとうございます綺麗になったボードで <laughs> 書きますので <laughs> 明日は朝配信か たぶんおそらく1位ゆずけじさんありがとうございまーす。 明日日日木曜日だけリオツンブログの日ですね皆さんブログが載ったら見てください見てねそして明日はニューエブプロジェクトの配信が2回ありまして1回目が18時半ごろから2回目が19時半ごろからあってあってる <laughs> なのであっちも見てくださいたくさんコメントもお願いしますお願いします であのさっきねさっきも x のせたんですけどこの後も x のせるのでチェックよろしくお願いしますいいねコメント拡散お願いします遠慮なくコメントもたくさんしてください <laughs> してねーしてねんねんねそれでは バイツン、ありがとうございました。巻き巻きリオツンでした。 今日もお疲れ様でした。バイバイ。 拜拜。<laughs> bye bye.